ただいま冬コミに向けて同人原稿作成中。こちらは読書中。ねえ斉藤。何？私が本気で漫画家目指すって言ったら笑う？笑わない。むしろ新本にそれ以外の特技が見つからない。実はさ、乗りたい少女漫画誌があってこっそり投稿作品書いたの。へえ、少女漫画とは意外。なるべく同人色を出さないように自分的にはすっごい頑張ったんだ。やっぱ同人やってると雰囲気が作品に出やすくって、今回は一般を意識して設定とか構成とかすっごい考えて書いてみたの。どれどれ、何も隠せてないんだけど。明日速達で送ります。マジで？お？チコ姉漫画家目指すの？俺チコ姉の書いた漫画読んだことない。読みたい。ワクワク。ついに来たか、この時が。今手元にあるのは夏コミ用に書いた PL 同人誌の在庫だけ。しかしそれを地下かっこ一般人かっことじろに見せるのはダメ、絶対。ごめん、今手元に何もなくて。つまんねん。悩める青少年よ。ん？では新本が中学時代に私に見せるためだけに書いた漫画を見せてあげようぞ。おお。家に取ってあるから。見る見る。いじめ、ダメ、絶対。当時の掲載誌は B5 の大学ノートです。中1の夏、天使との出会い、野巻。中1の冬、もう一人の天使、野翔。そして中2の冬、天魔と混沌から降臨せし愛の断罪の章。